3日、オランダ王立インド航空のダグラス d c 3の194旅客機の PK アフフテリカンは日本海軍の第3航空隊のレシキ艦上戦闘機によって西オーストラリア上空で撃墜され4人の乗客が死亡し推定15万ポンドマイナス30万相当のダイヤモンドが失われ墜落事故の後に ダイヤモンドが盗まれたと広く信じられているが、失踪に関連して犯罪で有罪判決を受けた人物はいない。ベリカンはオランダ領東インド諸島のバンドンから西オーストラリア州のブルームへと飛行していたが、ブルームを空襲し、帰還中の日本海軍機に襲われ、ブルームの北 80km のカルノー湾のビーチに墜落した。ベリカンは当初 PH アルプとして登録され、 1937年8月25日から、KLM オランダ航空によって運営され、オランダを拠点にして、東インド諸島までの定期便に用いられていた。1940年5月10日、ペリカンがアジアに向かう途中、ドイツ軍がオランダに侵攻し、オランダは降伏し、本土を失った。PK アルプは、オランダ王立インド航空に譲渡され、PK ヤフフとして再登録され、 東インド諸島で飛び続けた。1942年3月3日、ロシアの第一次世界大戦のエースパイロットであった、イワンス・スミルノフが機長である、ペリカンガ・バンドンを離陸した。他の3人の乗組員は、副操縦士のジョー・ホフマン、通信士のジョー・ミュラー、航空機関士の NJ ・ブローだった。彼らは、陸軍と海軍の五人の操縦員であるピーター、クラメラス、GD ・ブリンクマン、 レオン・バンダーバーグ、ダン・ヘンドリックス、HM ・ジェディッツの5人と民間人のマリア・ファン・トゥイン、彼女の赤ちゃんの息子・ヨハネスと研修生の航空機関士 H ・ファン・ロモンドの合計8人であった。バンドンの NV でコンカレントという企業が所有していたダイヤモンドを含む荷物は、パッケージは、この日、早朝。 バンドンのアンディル空港でオランダ王立インド航空の GJ ウィッセ所長によってスミルノフ機長に渡されました。スミルノフはオーストラリアに到着したらコモンウェルス銀行の代表者に渡すように指示された。彼はその時その内容に気づいていなかったと伝えられている。ベリカンは午前1時15分にバンドンを離陸した。午前9時ごろ、DC-3 がブルームに近づくと キンバリー海岸に沿って、第3航空隊の分隊長、宮野善次郎隊員の率いる冷戦3機が、ブルームへの最初の空襲を終えて、ティモール島の基地に帰港しようとしていた。スミルノフはブルームに向かって、海岸線をたどっていた。DC-3 より高度が高かった、日本のパイロットは、高度を下げ、左側に向かって発砲し、数発の命中弾を浴びせた。 左翼のエンジンに火がつき、スミルノフは腕と腰に負傷したが、DC-3 を急降下させることで冷戦の攻撃から逃れた。スミルノフは1947年にアムステルダムのエルゼビアが出版した著書デトエコムスとヒーフとブリューゲルスに掲載した彼自身の話によれば海岸に不時着するために車輪を下ろそうとした。この手順は 1944年に新聞や BBC ラジオで多くのインタビューで説明されていた。スミルノフは実際に車輪が下がったのに驚いた。旋回中に右の主脚が海面に触れてタイヤが爆発し海面に落ち海中に引き込まれたが海水によって左翼のエンジンの火は消えた。不時着したペリカンこの話は1986年に ウィリアム・ H ・タイラーのビデオインタビューで生き残った乗客のピーター・クラメラストレオ・バンダーバーグがダイヤモンドの飛行で語った物語と一致しています。スミルノフの本の72ページと73ページの間の写真はエンジン1の下のキャリッジがダウンしていることを示しています。その後、ゼロは海岸の DC-3 を機銃走車した。 航空機関士とファントイン親子など3人の乗客が死亡し、他の乗員乗客も機銃弾で重傷を負った。スミルノフはダイヤモンドがバンロモンドによる回復の試み中に水中、または飛行機に落とされたと報告した。翌日、生存者が救助隊を待つ中、日本の東港航空隊の97、式飛行艇が DC-3 の残骸を発見し、 二発の爆弾を投下した。飛行艇は後に戻ってきて、さらに二発の爆弾を投下した。爆弾は生存者に被害を与えなかった。生き残った乗客乗員は海岸で6日間を過ごした後に救助された。ブルームの海兵隊員、ジャック・パーマーは救助の数日後に墜落現場に到着した。彼は後に2万ポンド相当のダイヤモンドを手渡した。 1943年5月、パーマーと二人の仲間、ジェームズ・マルグルーとフランク・ロビンソンは、ダイヤモンドの盗難で、西オーストラリア州の最高裁判所で裁かれたが、三人とも無罪となった。ダイヤモンドの紛失については、他の人は試みられていない。ありがとうございます。